今回松岡さんフリーランスを応援する立場になれると思うんですけれどももし松岡さんご自身がフリーランスのお仕事をされるってなったらどんなお仕事をされたいですかい,いそうですね。<laughs> なぜなら自分今フリーランスな気持ちでいるんでなんですかねやっぱ僕は応援なんですよ。でこう応援をするっていうことであればさまざまな自由な形っていうことで。 だと思うんでこれっていう的確なこれをやりたいってものはないんですけどただちょっと話は変わるんですけど応援っていうのは無料だからこそこのスポーツもそうですけど何かこう特に今の若者もそうです応援するっていうことであれば僕はできるなっていう思いがあるんでよりこうフリーランスの人たちを応援したいっていう。 全然質問になってないでしょ答えすみませんいえいえとんでもないです何やってもらいたかったんでしょうそれは選んでいただけどえー、あそうですね <laughs> <laughs> なんだなんでしょうねフリーランスってフリーランスって言うとまあ例えばユーチューバーとかユーチューバーかそうですね素晴らしいですよね皆さん今ユーチューバーのもう勉強してますいろいろな なんかこうフリーランスという言葉が、まあ、自由というものも入っていますので何かそういうものを見つけていく中ではやっぱりどうしてもインボイスとぶつかってくるところもあると思うんですよね制度とそこを応援できるような形でやっってていいいいきたとと思まままますすすせせん答えになってませんえな、え、ありがとうございますいすちなみに今回、CM の撮影お、はい、彼。普段の熱いイメージが一変してクールな一面を見せられたということですか。ええはいはい 松岡さんご自身が普段は見せない隠れた一面みたいなの、はい、最近あったらちょっと教えていただきたいなとあああのどちらかというとですね僕は普段からこう熱い感じだと思われてるところがあってだから大体「松岡さんどっか具合が悪いんですか?」とか「え こんなに熱くない人ですかっていうふうによく言われますそれはなぜなら僕はあんまりしゃべんないんですよどちらかというとここは今日僕は話さなきゃいけないから話してますけど実際には、うん、インタビューアーというか質問をするタイプなので普段はとにかく先ほどもそうでしたけど人と会えば会うほどおすいません何か注意が受けました何でしょう あしあすみません、ここにシールになってしまったのですみません、この方はあのインボイス登録済みですか、ここはこれちょっとシールだからね、これ今、剥がれないのよ、本当にすみません、これもう誰もタッチしないで、このまま保存してください、ここはもう申し訳ありません、なんで一体誰がやったの、これ誰だって僕は これが落ちたのね。ああだって。<laughs> <laughs> 申し訳ありません。今ちゃんと答えてな答えてました奥井。はい、いただいてます。あ,すあ、意外とあの静かですね。だからあのなんで松岡さんはあんなにいつも元気なのに静かなんですかとはよく言われます。はい。 じゃあ最後にちょっと応援といえばがが、はい、あ,あ応援といえばなんですけれども、えー、先日羽生結弦さんがご結婚されたというそんな応援何かメッセージがあれば <laughs> いやーしっかり答えていいんですかもちろんです僕はアスリートさまざまな方と話してますけどうん いい意味ででですすよよ本当に孤独なな方だと僕はずっと思っ思てたんですよやっぱりあれだけいろんなものを極めて金メダルを2つを取ってうんいろんなものと衝突しながら生きてきてこられた方が支えてくれる人がいるっていうのは大きいなと思いますねだからこそこれからの羽生結弦さんはもっと違う面が僕見れるような気がしてそこが僕が一番こう応援したいところだと思いますね。 あのもちろん僕は奥様をお会いしたことないし誰かも全くわかりませんけど、むちゃくちゃ応援してます。羽生結弦さん以上に応援します。<laughs> <laughs> ありがとうございます。これまでですね、あの、はいえー、まあ例えば子供の時とか、はいえー、まあ会計といったら大げさなんですけど、まあ、はい、あのお小遣い帳をつけたりだとか、はははそういった細かい作業っていうのは。ええ 松岡さん自身はあの昔どうだったかと今どうだったかっていうところはいかがですかあ子どもの頃は基本的にお小遣いがほとんどなかったっていうのはあってですね特にそうつけてるってことはなかったですう僕はどうしてもテニスで使うお金があったので何かそういうお小遣いっていうものはもらわずにいたのでただ特にあの18歳以降ですね18歳以降からは。 しっかりと自分がどれだけ使ったかっていうものも含めてししっかりり記すようになりましたでやっぱりそれが自分がどれだけ使っているかどのように使っているかって理解していくことが僕自身の考えとかまたうんお金をいただくっていうことに関してもより違った面でうん僕の中での捉え方が変わってきたっていうことを含めると。 まあ会計っていうことも含めて自分がいくらいつも使ってるのかっていうことを理解していくれたのはすごく大事な作業だなと思いました。あの今はあれですかその会計の専門の方にも、はい、あ,あもちろんはい、えー、会計士についていただいて、えー、自分で使った金額も含めていろいろ話をしてまとめてやっています。子どもの頃はお小遣いなかったんですか。 それはですね、よくみんな僕家族会議でよく話してるんでゃなかったんですねだ特に買うっていうことがなもちろんお小遣い電車賃もお小遣いになりますかテニス行く時とかのな,な,るなると思うなるんだじゃあもらってますねすみません <laughs> 自分のお子さんにはどういった教育っていうかあのそうですねあの 特にこの数年大事にしているのはいくら使ったかっていう部分をしっかり出してほしいっていうところですね。ものすごく正確には来ないんですけども、領収書とかそういうものを別にもらわなくていいから、いくら使ってきたか。うん。このぐらい月かかったっていうのを僕は出してほしいっていうことで出してもらってます。全然こう性格じゃないですよ。でも少しでも理解していると、おおその金額っていうものが。 もらえるのはどのぐらい大変だとか、また自分が使うっていうときに、やっぱ心の部分で変わってくるところがあるんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、余計なこと言った？<laughs> 大丈夫ですか？大丈夫ですか？これ大丈夫？<laughs> これどうしようかな本当にね、これ剥がれないからね。<laughs>